こんばんは。今日もご苦労様でした。話題の出来事についてお話しします。イタリアセリエ a は19日第7節の試合が行われ、ac ミランは3対1でエラスベローナを下し、ミランの本田圭佑が2得点を挙げて得点王ランキングの首位タに並び、チームも4位に順位を上げました。2週間前のキエーボベローナ戦に続き、2。連勝を狙った。ミランは？ フランス代表のジェレミ・メネスを書いたものの絶好調の本田がリーグ戦の得点数を6ゴールとしユベントスのカルロス・テベスナポリのホセ・マリア・カジェホンと並びましたミランは前半21分ブラジル人でフェンスの F ・ラファエウ・マルケスがイナツヨアバーテの右サイドからのクロスをボレーで自陣ゴールに蹴り込みオンゴールで先制しその6分後にステファーメル・シャーアラウィが左サイドから 逆サイドのスペースにいたホンダへパスを通し、ゴールに向かってフリーで走り込んだホンダは、カーブをかけたシュートをベローナのゴールキーパーのラファエウが守るゴールに蹴り込み、追加点を挙げました。また後半11分にベローナのアディルラミが低いパスを蹴り出すと、ホンダは苦もなく走り込み、再び左足のシュートで追加得点を得ました。その後ミランは、ベローナの反撃をニコロテスの1点に抑え、 勝利を決めました。これで首位のユベントスと勝ち点5差に迫っています。以上、AFP の記事から今日の話題についてお伝えしました。これからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われればチャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。